たしてこれが本当に和に合うのかですね、うん、まず白からいきますか。いきましょう。で今日何が合うか分かんないからちょっといろいろと準備しましたけど、まあ寄付ワインとか遅摘みワインが合うと書いてあったのでちょっとそれは準備できなかったんですけども、そういうのをよく作っている産地の白ワインで代わりに甘みやったり感じられるものをご準備させていただきました、はい、今回はこのゲブルツトラミネールというブドウの品種を使ったものを今回はテイスティングしたいと思います、はい、じゃあゲベりますか。ゲベりますかね、うん、ゲベって初めてかな、ソムリン TV で取り上げるのは。開けちゃいな。開けちゃいます。はい、素晴らしい。いい黄色みですな。ああ、さっきのチョコレートのような。ああ素晴らしい。ゲベ独特のこの香りですね。ライチのような、まあゲベルストラミネール、まあドイツ語でスパイシーという意味ですね。そういうブドウの品種です。俺もむっちゃ重いな。うん、ドライだね、これは。あの、前回のその2月の経験上、合わないだろうなっていうのが非常に。まあ、とりあえずじゃあやってみますか。やってみましょうか、ね。まあ、とりあえず点数つけますか、先に。あ、そうですね。うん、ワインの。せーの、4.5。合う!5。俺もね、5か 4.5 で考えたんですよ。まあ、実際5でいいね、うんうん、今回5ですね、これは。さあ実食。実食始まります、うん、うん、こっちこれ出します。いや、口に含むワインの量を調節しないと、うん、チョコレートが口の中に多いとワインが口の中に入った時に、まあチョコレートとワインが一緒になったものがバッと口の中に広がって美味しいですね。はい。うん。入れすぎ注意です。入れすぎ注意だね、うん。間違いない。確かにこれは甘いワインの方が合いますよ。うん。きっとこのコメントは、フジェの人も。ね、頑張ったんだろうな。頑張ったんじゃないでしょうかね。素晴らしい。じゃあ次、赤いきますか。次は。赤ですかね。赤ですね。じゃあ今回なんですけどもご準備させていただきましたのがポルトガルのモンテフィーノレッドリゼルバ2007年。うん、ポルトガル最近ぐんぐん伸びてますからね。ね、前年比で一番伸びてるのがポルトガルですね。素晴らしい。ちなみにこのワインなんですけどかなり下に折りがありますので、うん、これをどうにかしなきゃいけないなと思っております。はい、ということでじゃん。あ、これは伝説の。君大好きだよね、デキャンタ。鳥肌が立ちました、ね。鳥肌立ちます。ちょっと、蘇る悪夢。フラッシュバックされました。ああ、そうですか、はい。失敗しました。あ、いけると思ったのに。精神的にやられた。もうダメっす。ダメっす。立ち直れないっす。ギャンタ恐怖症です。まあでも今回はちゃんとした使い方といいますか。じゃあ私がやります。美しい色ですね。非常に素晴らしいございますな。これはキイチゴ燃やしますね。あの夏の日に撮ったキイチゴ。あの夏の日に撮ったキイチゴ。ああ、ほんとそうですか。これは塩アーモンドに期待できますね。せーの、4.5。
いや 4.5 ってくるだろうなと思ったんだよな。もっと芳醇に変化してくれるということを期待を込めて5ですね。じゃあポルトガルに夢を乗せて5にしましょうかね。価格がなんと2200円ぐらいでしたっけね。あ、そんなに安いんですよ、はい、2200、300円しなかったですかな。もしマリアージュできたら。そうですね、マリアージュショットがなんと3000円しない。素晴らしい、安い。さあマリアージュするかな。ちょっと待ってください。難しい。チョコの味もワインの味も。ちょいちょい本音を出すね、いきなり。ぜひ、チョコレートをなるべく多めにかじってもらって、ワインを少し入れるぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。あ、なるほど。チョコレートと合わせるときはワインを。ワインの量。チョコっとってやつですね。嬉しそうだね。今日一嬉しそうだね。これは間違いなさそうですね。そうね。チョコレートにはワインをチョコっと。ちょっと、番外編やりますかね。はい、ちょっと 90% 加工のやつでやってみましょうか。